皆さんこんにちは。本日も私後藤がご案内いたします。本日紹介するお家は R キューブプラスメザニンロフトというお家になります。こちらのお家の特徴ですね、3つございます。1つ目が中2階のロフト、名前に入っているメザニンロフトのところですね。ここがもう他の物件なりちょっと特徴がすごい人気の場所になります。子どもの秘密基地と大人の秘密基地のような場所になっています。ぜひ楽しみにしていてください。そして2つ目、広々とした天井高4メーターのフリースペースです。このフリースペースいろんな使い方ができるので、そちらもまた後ほどご紹介していきます。そして3つ目は様々な収納オプションです。玄関、キッチン周辺、階段下、それから個室の見せる収納、今回たくさんの収納プランを紹介していきます。こちらもどうぞ楽しみに最後までご覧ください。外側ですね、駐車場がとっても広いです。ここ4台ぐらい停めれますね。でここの駐車場から進みまして、駐車場からこうやって距離があるとセキュリティ上でもとても安心ですね。おしゃれなタイルの玄関ポーチですね。ここから中に入っていきますと、2畳ほどの大きな玄関です。そして玄関にこうやって引き戸があります。これ開けると、なんと中にはシューズクローゼットがあります。この L 字になっているとたくさん収納できますね。しかも奥こうやってブルーのタイル調の壁紙が入ってて、とってもおしゃれです。高さがあってたくさん収納できますね。でさらにこちら側、ここにも収納があります。見てください、たくさん大きな収納です。奥行きもあって幅もある。でこれ何に使うかっていうと、開けるとなんと玄関のすぐ横にキッチンがあります。キッチンのすぐ横にあるのでパントリーとしても使えます。で横にもこういうオープンの見せる収納があるので、飾り付けしてここをおしゃれにすることもできますね、はい、じゃあこちら行きます。リビング、ダイニングです。リビング、ダイニング、今回リビング側にこういうモスグリーンとついたグリーンの壁紙が入っています。そしてリビングの横、とっても大きな窓があります。これを開けるとまたさらに光が入ってきます。大きな荷物もここから、出したり出たりができますね。ダイニングスペース、ここもゆったりとあります。ここリビング、ダイニング合わせて 14.5 畳の広々とした空間があります。キッチンスペース、はい、先ほどつながっていたここですね、この先が玄関になります。玄関とこうつながっていて、はい、で帰ってきたらすぐ荷物を置いてっていうのができます。ボードもたくさん収納できますし、家電もいっぱいここ置けますね、うん、使い勝手も良くてとってもこれ人気のオプションになります。いかがでしたでしょうか。まず外観ですね。外観は白とネイビーの組み合わせで、外壁を今まとめてあります。玄関側にネイビーとか、それ以外を白で3面を囲っています。結構この組み合わせ人気で、ワンポイント正面にこう色を入れて、作る組み合わせがとても多いです。で特にネイビーとホワイト、今回使っている外壁は細かい石目の模様になってます、はい、外壁のデザインが細かいとそれだけ外からこうちょっと遠くから見てもすっきりまとまったデザインにもなるので、外壁の色だけではなくてデザインも人気のものを使っています。それから玄関扉も木目調のデザインになっていて、もう見た感じは本物の木なんです。
ですけど、触ってみたりこう叩いてみると木ではなくて、素材アルミ素材になっていて、でこちらは台風塩害にも強い素材になっていますし、耐久性もしっかりあります。なんですけどもしっかりこうデザインも入っていて、おしゃれでデザイン性が高くて人気の玄関扉になっています。色が4種類ありまして、はい、好きなお色を選びたことができます。でさらに細かいんですけども、カードキーっていうのをオプションで付けることもできるので、カードキーを付けるともうこうやってシリンダーで挿すことなくカードをかざすだけで鍵を開けることができます。で玄関を入りますと今度は、エントランスホールそれぞれぐっと広い空間がありましたね。そしてエントランスの方にはシューズインクローゼットがありました。あそこも L 字でこう棚がついていて、たくさん靴を収納することができます。でさらに奥行きも高さもあるので、例えばゴルフバッグであったりとか、お子様のベビーカーであったりとか、海が好きな方は、サーフボードであったりとかっていうのを収納する空間としても使えます。でさらにこの棚、可動棚になっているので棚の高さを変えることができるんですね。でその面でもとても人気の、仕様になっています。さらにエントランスからホールに上がったところにも収納がありましたね。折れ戸の扉がついていて、そこは、キッチンのすぐそばなのでパントリーとしても使うことができます。キッチンスペースってお鍋であったりとか食器であったりとかで収納するものたくさんあるんですけども、食材のこう貯蔵庫っていうのってなかなかあるお家少ないですよね。キッチンのすぐそばにあるととても使い勝手が良くてたくさん収納することができます。台風の時でも安心ですよね。今までなかった部分なんですけども、新しくオプションとして追加いたしました。次にキッチンです。キッチンは玄関からすぐに入ることができましたね。例えば冷凍食品であったりとかっていう、あまりこう長く外に出していくことができない食品があるときは、帰ってすぐキッチンに入って冷蔵庫、冷凍庫にしまうことができますね。でさらに玄関からすぐ何が嬉しいかというと、荷物ってどうしても重たいんですよ。この重たい荷物を帰ってきてすぐに置くことができる、それがとても人気の、動線になります。でさらにキッチン本体のこの扉の素材ですねが、ホーローっていう素材になっています。このホーローっていうのは内側、内側というか金属の、扉に表にこうガラスのコーティングがされています。なので外側からですと磁石をくっつけることができますし、さらに表面がガラスのコーティングになっているので汚れもすごい落としやすいんですね。さらに内側金属とガラスの素材なので熱にも強い、汚れにも強い、サビにも強い、水にも強い、キッチン周りとしてはとっても長持ちしますし、掃除もしやすいですし、使い勝手のいい素材になっています。さらにキッチンの正面というか後ろ側にありますカップボード、あちらも好きな組み合わせにすることができます。色であったり組み合わせっていうのを使い勝手、ご家族の人数、食器の数、家電の数とかに合わせて好きな組み合わせで作っていくことができます。さらに嬉しいのがキッチンからまたリビングダイニングを見渡すことができるんですね。ここもかなり人気のポイントです。キッチンで作業をしながらテレビを見ることができたり、お子さんが過ごしている様子を見ることもできます。そして玄関の先、キッチンの前ですね、にはリビングダイニングが広がっています。このリビングダイニング、広さ合わせて14畳あります。リビングには大きな4枚の窓がありまして、この窓から光がたくさん入ってきます。でさらにこの4枚の窓、こう開口部がとても大きいので、大きな家電とか荷物の出し入れっていうのがとってもしやすいです。この4枚窓の先には駐車場があるので、特にこう大きなお出し入れとか車から
物を下ろす、車に何かを乗せるっていう時もすごくしやすい位置にあります。でさらに今度はダイニング側ですね。ダイニング側の奥には階段がありまして、階段の下にはぐーっと奥行きのある広い収納があります。リビングあまりこう物をごちゃごちゃさせたくないんですよね。なんですけどこうやってリビングの奥に収納があるとリビングダイニングをすっきり片付けて過ごすことができます。はい、皆さんこんにちは。本日も私後藤がご案内いたします。本日紹介する物件は物件は言うようなお祭りですか。最初に戻ります